はい、キラリンこと藤井キラリです。キカです。はい、カッサこと田辺カンタです。はい、ワンちゃんこと押川真奈です。はい、サッチこと中川さちかです。はい、ナーリンこと中川キリンです。はい、私たちピッチの宝石アイドルミエノロッシュです。よろしくお願いします。それでは、初めの曲はスローモーション。
笑顔
だよ。信号待ちの僕らなぜ歩く速度が遅くなり、きっとこれがチャンスだと分かっているのに、でもね言葉にできない、終わりした僕の気持ちをずっとずっと僕のことずっとずっと開業ということで本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、私たちもねすごい北陸新幹線待ってたんですけど、そうみんななんかどこに行きたいとかありますか？新幹線で、新幹線、東京、ね、グランドクラス乗りたいですよね。グランドプラザ、あ、グランドクラス何グランクラスでした。グランクラス、そういう場所があるんやって。あ、そうなの？なるほど。高級な感じのね、ところが。でもさ、なんか行くより、やっぱ会いに来てもらった方が嬉しくないですか？富山にね。そうそう。富山すごいいいとこなんでね、皆さんもすごい富山のこといっぱい知ってると思うんですけど。はい。ね。うん。東京の方たちに富山あるんやって教えてね。富山あるんや？あるわよ。富山はありますね。はい。富山いいところってことをね、全国の方に広められるように私たちも頑張ります。はい、そして、私たち今回、新衣装になったんですよ。イエーイ！今までちょっと制服っていう感じだったんですけど、今回はちょっとフリフリな感じで、そしてちょっとセーラー服っぽい感じでなっていまして、はい、皆さんどうですか？かわいい！はい、この衣装はね、すごいファンの皆さんのご支援のおかげでできたものなので本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、そして次にやる曲ですね、はい、それなんですが、今日新幹線開業したんですけど、この新幹線開業のために、作られた曲で、富山県のことをもっともっと
アピールしていけたらいいなっていうのが歌詞に込められている曲なので、皆さんぜひ聴いて、振りとかも簡単なのでぜひ覚えて一緒にやっていただけたらいいなと思います。はい、はい、そしてその次の曲にですね、私たち今日初披露の新曲がありまして、イエイ、富山首都化計画っていう曲なんですけど、はい、富山県のなんていうんですか、富山弁とかがラップ調な感じでね、ビエノロ市初のラップ調な曲なんですけど、 すごい可愛い感じになってますし、そして、はい、今回振り付けが私考えたんですよ。そう、はい、なので振り付けにも注目していただけたらなと思います。はい、それでは次の曲に行く前に、今回はちょっと北陸新幹線開業ということで15をちょっと富山のバンドのボーンアゲインドックスさんという方のギターの三橋さんが来てくださいました。イエーイ、イエーイ、ということでね、ギターを弾いてくださるので、皆さんぜひぜひもう三橋さんにも注目していただけたらなと思います。では、はい、大丈夫ですか三橋さん。オッケー。それでは次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。15かけてくる君に、出発進行。
レモンカレー欲しい方が前で早手前を振る右足アイカラなしで走っとるってきっともっとおしゃれになってかわいいだけどセントコートサンタラムの使う計画テーマのことなら何でも聞かれ美味しい食べ物ねえ蛍イカ食べて決まっとったらたまに出てくる新旧キャナーシップなチューリップだか春夏秋冬で楽しいけんよカテカテ信号雪国ごえかい油持ってるハンブリ最高テーマ初夏計画テーマ初夏計画テーマのことなら何でも聞かない世界遺産とかトロッコ電車楽しい行事いっぱいあしみんなで行こうに来られないかエンパーってそんな歌えるアイドルなかなかおらんちゃよコキリコキリアエッジオラでゴー Yeah.
はい、ビエノロスのライブはここまでなんですけど、私たちこの後ソウルパワーの方で里志祭りという、なんていうんですか、スーパーパクリストのモノマネする X ジャパンさんのモノマネをしている里志さんというライブ、違う、里志さんのライブがあるんですよ。ライブに私たち出演させていただくので、皆さんぜひ暇であればさ、ソウルパワーの方にぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、皆さん一緒に盛り上がっていただき本当にありがとうございました。以上、私たちピチピチの宝石アイドルビエノロスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でもう一度お送りください。バイ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 。はい、元気いっぱいの歌と踊りでこのね、新幹線の開業をお祝いしてくださいましたビエノロシの皆さんでした。ありがとうございました。